ポール・リード・スミス、ポール・リード・スミス、ポール・リード・スミス、略称、PRS は、エレクトリック・ギターとエレクトリック・ベースを製造する、アメリカ合衆国の企業及びその創業者である。1985年設立。現在、社名としては、PRS ・ギターズという表現を使用している。ポール・リード・スミス、ポール・リード・スミス、1956年2月18日隊。 アメリカ合衆国メリーランド州出身のルシアーで、自らの名を冠する、ギターメーカー、PRS ギター、プラスギタース、ポールリードスミスギターズの創業者、会長である。メリーランドセントメリーズ大学、ショートトーンメリーズカレッジオブメリーランド在学中に、ギター制作を開始し、中退後も月一本のペースで手作りを継続、将来 PRS ギターの幹部となる、ジョン・イングラと出会う。 1975年にテッド・ニュージェント・バンドの楽屋に潜り込み、ギタリストのデレック、セント・ホームズ、デレック・ショート・トーン、ホームズにギターを未んしてもらったことから人気が出た。デレックは舞台で使用し、他のミュージシャンにギターを見せたりした。カルロス・サンタナも大変気に、入り、シグネチャーモデルを作るなど、PRS だけを自分のギターとした。 エクスプローラーや ES-335、フライング V などを作った、元ギブソン社長のテッド・マッカーティ、テッド・マッカーティに連絡し12年にわたり、指導を行う。その結果、ソリッドとホローボディの生産を含む、PRS ギターが生まれる元となった。1985年に PRS ギターを創業。テッド・マッカーティや、レオ・フェンダーと違い、 スミス自身自らのバンドでギターを弾く。フェンダーやギブソンなどの老舗ギターメーカーと比べると、若いメーカーではあるが、組み込み精度や調整、演奏性など、楽器のクオリティは高く評価されており、愛用しているミュージシャンも数多い。エレクトリックギターの二大巨頭と言われる、ギブソン・レス・ポールとフェンダー・ストラト・キャスターのそれぞれの長所を組み合わせた設計を、おもとし、 マホガニーバックにメイプルトップというボディにトレモロユニットとロッキングジューナーを搭載したカスタムシリーズが主力機種である。デザイン面ではアーチトップボディ及びキルテッドメイプルやフレームメイプルのキメを生かしたシースルーフィニッシュ、様々な鳥の飛行をかたどったポジションマークなどが特徴として挙げられる。最高級機種では ギター全体を覆うドラゴンの陰霊を持つモデルなども提供しているが蒸気のような贅沢な仕様のため全体的なモデル構成がかなり高額なものとなっていたそのため2001年頃よりより安価でコストパフォーマンス比を向上させた韓国生産の SE シリーズが廉価版としての位置づけで加わったアメリカではギターやベース以外の製品として新たに ギターアンプとシールドも発売した。ピックアップについては、ソープバーピックアップや、ホローボディに使用される、ピエゾピックアップなど一部機種を除いて、自社製造のものを使用しており、機種によって違うピックアップが使われている。特にカスタムは、同じ機種でもフレット数の違う22と24で違うピックアップを使用している。もともと、ハムバッキング系の機種が多いため、 製造しているのは、ハムバッキングがほとんどで、HFS とヴィンテージバス、カスタム24、ドラゴニー、e、カスタム22、マッカーティ、アーチートップ、サンタナなどは、単体でも販売している。契約しているアーティストの試行に合わせた、アーティストモデルのピックアップも手掛けている。513と305で使用されている、シングルコイルも PRS 製である。近年、コイルの素材や、 製造機械などを1950年代と同じ、あるいは全く同じものを使用した1959-2009ハムバッカーなど、ヴィンテージ志向の強いピックアップを多く手掛け、また2010年には25トン H アニバーサリーモデルで、シングルコイルサイズのハムバッカーである NF が登場している。NF にもヴィンテージ志向のモデルが存在する。ソープバーピックアップは、 セイモアダンカンが PRS の製品に合わせ特別にワインディングした特別仕様のピックアップである。ホローボディは L ・ R-BAX 社製の PRS 特製ピックアップとなっているが2010年モデルとして登場したアコースティックギターにオプションとして用意されるピエゾピックアップは PRS の独自開発のものとなっている。過去に存在した EG シリーズには リンディ・フレイリンが製作したオリジナルのシングルコイルピックアップを採用していた。これはピックアップカバー内のコイルが低音側と高音側に分けられたフェンダープレシジョンベースのピックアップ構造と似たものとなっており、これによりハムノイズを打ち消す構造となっていたが EG シリーズの製造終了に伴い姿を消している。 SE のピックアップは SE o の HFS など PRS が開発したものを韓国の G&B 社が OEM 契約生産をしている。この G&B 社は ESP や b c リッチとも契約しており低価格で高品質な製品を作っている。その他パーツも自社製造であり特にペグとトレモロは PRS が既存のものをもとに 独自で開発したものを使用している。など、他にも多数のモデルがある。また、ベースも製造している。オーダーメイドによって作られる。カスタムギターであり、スペシャルチームによって、ハンドメイドで作られる。PRS やスペシャルチームが特別に作ることもあり、ギター全体をドラゴンの絵のインレイで覆われている。ドラゴンは、シリーズにもなっている。プライベートストックのヘッドは、 レギュラーラインのポールのサインではなく、イーグルのマークになっている。モダンイーグルシリーズと25周年モデルのイーグルは別物。後ろにプライベートストックのシリアルナンバーのサインがある。モダンイーグルはこのプライベートストックから生まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。